おーおーおーすごい。はい、こんにちは、まえチャンネルまえはるです。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストの無限ベイスタジアムデラックスセットです。はい、ということで2017年10月21日本日発売の無限ベイスタジアムデラックスセット購入してきました。はい、こちらにはですね、このストライクゴッドバルキリー無限これが付いてますね。すごい。じゃあ早速開けていきましょう。はい、よいしょ。あ、はい、パーツこれだけ入ってましたね。じゃあちょっと組み立てていきましょう。はい、はい、ということでセット終わりました。こちらが無限ベイスタジアムだね。うん、赤くてかっこいいね。そうだね。うん、やっぱ新品だけあって今テカテカしててすごいいい感じだけどね。うん、すごい。そしてこちらが付属してきたベイですね。うん、これがゴッドバルキリーだね。そうだね。ちょっと邪神バージョンみたいな。これは普通のゴッドバルキリーだね。うん、でバネがちゃんとついてる。うん、そしてこれが無限ドライバー。無限ドライバー、これはなんとディスクとドライバーが一体化してますね。うん、今までにないタイプ。そう、すごい大きいけどね。うん、でこれがトライクゴッドジップ。そうだね。これでこのバネがこう縮んだ状態。そうで、ここにセットするわけだね。よっこしょ、ついた。よし、オッケー、できた。これで完成だ。ストライクゴッドバルキリー。ああ、これでね、うん、かっこいいね。すげえ。どう硬そうだね。硬い。うん、この穴の範囲がすごく短いですね。確かに通常のベイに比べて。うん、なのでランチャーが入らない。うん、ということでこれをシュートすることはできないんだね。うん、もともとこれをここにセットして戦うやつだ。そうだ。おーおお、すごい。一人で回転してるよ。うん、もっちゃなしで回転した。え、ちなみにこれさ、当てるとどうなるの。あ、回ってる回ってる。あ、戻った。うわー、これはすごいね。うん、はい、じゃあ今回はこういう戦いにしましょう。うん、このゴッドバルキリーを倒す。おお。じゃあ私はこのシャドウを張り込んでいきます。はい、僕はゴッドバルキリー。あ、分かった。3、2、1、おいしい。あー、いきなりやっちゃった。おお、両者オーバー。3、2、1、おいしい。あー、やばい。頑張れ、ウリハルコン。これ時給勝負じゃないんだよ。うん、時給で 100% 負けるから、うん、いかん。びくともしない。すごい強さ。マジか。あー、もう時間ない。あー、 3、2、1、おいしい。あー、2人でかかりで、あー、ダメ、全然ダメ。あー、びくともしない。ギブドッ。あー、ダメか。じゃあ私はレジェンドスプリガンに変えます。はい、僕はジープエクスカリバーに変えます。はい、3、2、1、おっしゃ。よし、よし、まず追い出して。 OK、 バーストした。あー、はい、たまこっち。3、2、1、おっしゃ。いけ。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、2人で対決しちゃった。おー、まだ。あー、オーバーしてしまった。時給じゃ負けるんだよ。なかなか。あー、3、2、1、押して。おー、そしてバーストされた。はい、無限トルネードベイスタジアムに変えてみました。この場合はストライクオートバルキリーに、ね、使わないんだね。使わないね、使わないっていうかね、使えない。そう、ここに置いても全然回らないの。これは以前発売されたトルネードスペースタジアム、うん、みたいな感じだったんだね。じゃあこれは普通にバートしようか。うん、パパはシャドウを張り込んでいく。僕はまたゴッドバルキリーに行く。3、2、1、おっしゃ。うわっ、あー、こんな感じだった。おおおお、すごい、すごい、すごい。ただ無敵状態だから。穴に入れば。あんまりか。3、2、1、おっしゃ。おっしゃ。おっしゃ。あー、バートされた。3、2、1、おっしゃ。おー、危ない。おー、すごいすごいすごい。何この動き。あー、よし、いけ。あー、これダメだ。イエーイ。はい、じゃあレジェンドスプリガーに変えます。僕はジープレックスカリバーに変えます。はい、3、2、1、おっしゃ。おっと、わー、よっしゃ、バスト。3、2、1、おっしゃ。あー、やめた。3、2、1、おっしゃ。おー、どうだ。あー、逆に。はい、ということで今回はベイブレードバーストの無限ベイスタジアムデラックスセットでした。
ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで思った以上にこのスタジアム音はうるさくなかったね。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。